キックオフ宮崎。ここからはキックオフ宮崎の時間です。この番組は宮崎のサッカーを盛り上げる地域密着型のサッカー番組です。今日もスタジオには元テゲバジャーロ宮崎の西岡大志さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。今日のキックオフ宮崎は未来の J リーガー応援企画、そしてキックオフトピックでは宮崎市大塚町拠点に活動するチームをご紹介します。まずは未来の J リーガー応援企画第1弾です。今回はプロサッカー選手を目指して頑張る子どもたちの悩みにテゲバジャーロ宮崎の選手たちがアドバイス、どんなお悩みを解決してくれるんでしょうか。未来の J リーガーを応援しようということでこちらの選手に来てもらいました。テゲバジャーロ宮崎44番井上蓮です。元気に登場してくれました。今回子どもたちの悩みに答えてくれるのは巧みなドリブルで勝利に導くミッドフィルダーの井上蓮選手。そもそも井上選手がサッカーを始めたのは何歳の時なんですか。小学校1年生から、ちゃんとクラブに入ってやったって感じです。始めたきっかけというのは、幼稚園の時に、みんなでサッカーボール蹴って遊んでて、それでその友達たちが一緒にサッカー入るって言ったんで、じゃあ俺も入りたいっつって入ったって感じです。井上選手は子供もテレビも大好きということで、井上選手にぴったりの企画持ってきました。何ですか。今回は未来の J リーガーのお悩みを解決しようということで、井上選手に憧れている子供たちからお悩みが来ているんです。未来の J リーガー1人目、小学3年生の黒木ハルト君。技です。井上選手みたいなドリブルを教えてもらいたいです。続いて未来の J リーガー2人目、小学3年生の富山希穂君。ドリブルが上手くなることを教えてもらいたいです。率直に感想いかがですか。いや、そうですね、嬉しいですね。やっぱそう憧れてもらえるのは嬉しいことなんで、できる限り力になれるように頑張りたいと思います。ということで早速教えてもらいましょう。どんなことを意識すればいいですか。そうですね、まずはやっぱ顔を上げることですね。相手の重心っていうところをしっかり見るっていうところで、やっぱ顔を上げとくとその相手がよく見えるんで、そこが大事だと思います。そしてもう一つのポイントは試合を想定することですね。相手の状況だったりゴールにいかに早く近づくかっていうのを、やりながらやってます。ハルト君、キホ君、練習してみてね。その今身長何センチですか。身長165センチです。自分の高さをどんな風に生かすためにどんなことを意識してるのかなっていうのが気になったんですけど。そうですね、やっぱ小柄で165センチってやっぱサッカーの中ですごい小さくて、でもその小さいならではのそのステップだったり、高い人の届かないところでアシストボール触れたり、そのやっぱメリットもたくさんあると思ってて、それで多分悩んでる人とか多分いると思うんですけど、全然そういう人も全然夢あるよっていうのを発信していけたらいいですよね。この他にも子どもたちの悩みを解決してもらいたいということで、井上選手の推薦によりこちらの選手にも来てもらいました。ポーンテゲバジャーロ宮崎背番号42番永永高虎です。先月 J1 川崎フロンターレから期限付き移籍で加入したミッドフィルダーの永永高虎選手、見ている人に楽しんでもらえるような華麗なドリブルが持ち味です。今回永永選手を推薦したのはどんな理由があるんですか。そうですね、去年ミッドホーリーホックで一緒にプレーしていて、だいぶ可愛がってあげてたんで、
まあ紹介しようかなと思って紹介しました。何歳差になるんですか？3個違いです。でも3歳差とは思えないほど結構フラットに会話してるなっていう印象あったんですけど。そうですね。高橋さんもダメなんすよ。ダメなんすよ。でも可愛い後輩。いやまあそうですね、もちろん。まあ水戸の時から本当に一番初めに仲良くしてくれたんじゃないかなっていうぐらい優しくしてくれたんで、また宮崎で会えて嬉しいです。そんな永長選手にも子どもたちのお悩みを解決してもらおうと思うんですが、今週はここまでです。ここまでじゃあもうノリが良すぎる。次回が未来の J リーガー応援企画第2弾ということで、永長選手に子どもたちのお悩み解決してもらいます。お楽しみに。はい、ということでノリノリのお二人に教えてもらいました、ね、仲良し。技術的な部分ももちろんなんですけど、常に試合をイメージしてとかいう部分で、我々も、ね、常に番組本番を想定してっていうと、はい、なんかこう通じる部分があるなと感じましたね、うん、そうですよね、うん、西岡さんは、はい、プロになるために欠かさず続けていたことって何かありますか？はい、もう本当に小学生からプロになる、もう引退するまでですね、続けてたことがサッカーノートを書くことなんですけど、練習後に何ができて何ができなかったのかっていうのをしっかり頭で考えるんじゃなくて、しっかりノートに書いて、うん、頭を整理して、次の日じゃあどういうふうに練習取り組むのかっていうところまで考えてノート書いてましたね、はい、ちゃんと言語化するっていうこと大事ですよね、うん、それやっぱ見返してまた次につなげてっていう、はい、そうですね、やっぱ頭を整理するのが本当に大事で、うん、でやっぱ日々の積み重ねが本当に大事になってくるので、うん、ノートに書くことは本当にみんなやってみてください、はいはい、実は井上選手もサッカーノートは作っていたと話していたので、うん、継続することですね。そうですね、はい、大事ですね、はいはい、この時期チーム練習のお休みで個人練習をしている子も多いと思うので、ぜひ参考に練習頑張ってみてください。来週は第2弾ということで、永長選手からリフティングのコツを伝授してもらいます。お楽しみに。ではここでテゲバジャーロ宮崎からのお知らせです。テゲバジャーロ宮崎、次のリーグ戦は8月17日アウェーで AC 長野パルセイロと対戦します。そして次のホーム戦は8月24日土曜日、岩手グルージャ盛岡と対戦。この日のマッチデイスポンサーは ZOZO で、お祭りブースの出店や花火の打ち上げ、来場者2020名様限定のプレゼント企画もあります。ぜひ会場で選手たちに熱いエールを送りましょう。続いては県内のサッカー情報をお伝えするキックオフトピックのコーナーです。今回は宮崎市大塚町を拠点に活動する期待のチームに潜入してきました。今回お邪魔したのは大塚サッカースクール。大塚小の子どもたちを中心とした地域に愛されるチームです。サッカーを、障害スポーツとして好きになってもらうように、心がけて、指導は、してます。メンバーは23人と少ないながらも抜群の団結力が強み。チームの柱は4人の6年生。中でも双子の柿内兄弟がチームを牽引します。6年生が5年生を引っ張っています。足の速いキャプテンとスピードがあって両足とも蹴れる6年生がいます。そんな6年生の背中を見て切磋琢磨する選手たち。5年生の聖陸人選手は体格を生かした力強いディフェンスでチームを支えます。5年生が6年生を支えるように、ボールをいっぱい蹴ってキック力をつけたり声を出すのを頑張っています。学年を超えて力を合わせ、さらなる高みを目指します。人が増えるともっといいチームになっていけるかなと思っております。待ってます。とここでキックオフチャレンジ。今回はバー当てに挑戦。ゴールに向かってボールを蹴り、クロスバーに当たればチャレンジ成功。スポーツドリンク1ケースをプレゼント。チャレンジするのはこちらの5人。テクニックと集中力が成功の鍵。果たしてどうなる。
しいですよね、これ難しいですよ、バーテは本当にナイスシュートですよね、今なかなかバーに当たらずプレッシャーがかかります。続いて6年生の渡辺選手はプレッシャー感じます、緊張してますよね、惜しくも当たらず残念。さあいよいよラストチャンスです。いい応援、左足見事チャレンジ成功、おめでとうございます。成功の秘訣はバッチリ狙いました、うん、大塚サッカースクールブラボー。いやすごい、素晴らしい決めポーズも決まってましたけれども、うん、西岡さん、はい、この中村選手はいかがでしたか。いや中村君本当に大したもんだ。素晴らしい大したもんだですね中村くん。なかなかあの前に当てるのって、うん、試合だとゴール外したで、ね、あーってなっちゃいますけどね。でも本当の最後のプレッシャーかかった中で、あのメンタル、あのメンタルは本当にすごいなと思いました、ね、将来楽しみです、はい、さあ今週のキックオフ宮崎はここまでです。さよなら。次は